はようございます、今日は7月6日ですね、今日は 32.8 度、気温 32.8 度、湿度 63%、室温が 25.2 度で、55%、今日は暑いです、はい、久しぶりに30度越したって感じですかね。結構暑いですね。まあもうちょっと、この日差しからすると気温が上がりそうな感じですね。そして今日も今日とて、あれですね、青空の誘惑、はい、大々的に、PR しております、こちらを、宣伝しておりますので、はい、こちら、やるのならば短時間で圧倒的を目指すべきである、はい、このシリーズですね。やるのならば短時間で圧倒的を目指すべきである、まあこれはもうブログに関することですね。はい、それではコーヒー用意しましょう。まず穴を掘ります。圧倒的というので言うと、まあ今ブログを書いてましてですね、で書いてて当然まあホームページの方を参考にして、まあ、今書いてるわけですが、特に今、考えてるのはですね、まあ当然書いたのはまあ、どうでしょうね、25年前後ですかね、まあ、2000年ぐらい、2000年問題の時に、ホームページが大丈夫かよという話してたぐらいですから、まあ大体2000年ぐらいだったような気がするんですけど、そのぐらいからずっとホームページをやってたんですね。だから、その当時に、考えてたことが、まあある意味文章に、まあ、まとまってるわけなんですけど、当然今と考え方も、違ってるわけですよ。だからその、自分が書いたことを参考にですね、今はこういうふうに考えますというのをやっぱその、ブログを利用していってみようかなと。つまり、全くの間違いを書いてるとはとても思わないですけど、ただニュアンスとかなんかが結構、僕の中でも、変化している部分はあるんだろうということで、必ず、ただ単にこうなんつうんですかね、昔の、ホームページの記事をですね、ただ引用するんではなく、そこに、自分の今の意見を、書こうじゃないかと、まあそういうふうに、今考えています。はい、真ん中に指さしましょう。だからまああのあれですね、確かにこの短期間で圧倒的な、まあ圧倒的を目指すべきである、その通りで、まあ今記事を書いたのがまあ どうでしょうね、いくつぐらいになったですかね、30やそこらになったんですかね、まあそこそこの数揃ってきてるんで、どちらかというと数をどうこうよりはもうちょっとしっかりしたものをこう作り上げていくっちゅう風な段階にまあ次は入っていくのかなという気がしておりますね。で、蒸らしですね。ここから、1分間の蒸らしに入りますね。特に今やってるこうブログに関しては当然過去の記事を参考にして、書くものと、から今最新のものってあるわけですよ。例えば代表がまあ
ガチャガチャ、いや、ガチャガチャじゃない。金枠タワーというのを、写真で上げておるわけですけど、あれなんかは、最新ですよね。今、店に飾られてて、金枠ちゃんをこう販売するときに、使われてるものですからね。だからある意味、コーヒープロというのは、今と、過去が混在する形にはなりますけども、そこの中でいろいろな部分がまあ見えてくるもんもあるんじゃないかなというふうに、思っております。はい、抽出に入りますね。ちなみにこの今20杯出しでコーヒー立ってるんですけど、最初の蒸らしの時のお湯の太さとこの抽出の時のお湯の太さって基本的に違うわけですよ。それはどういうことかというと、蒸らしの時っていうのはひたひたにするっていう必要はないのと、それから当然この泡が邪魔してお湯のこの下へ降りる力が弱いわけですね。だからどちらかっていうと細いお湯で蒸らしの段階はやってるんですね。ところが、蒸らしの段階と違って抽出の段階というのは泡の抵抗が少ないんで、単純な粒子の抵抗だけになるんで、お湯の流れが速くなるんですね。その速くなる状態でひたひたにしなきゃいかんので、そうなるとどうなるかっていうと、蒸らしで、刺してるお湯の太さと、抽出で刺してる太さが基本的に変わるわけです。これは当然20杯とか大量出しになるとコーヒーの、層の厚さが厚くなるんで、層の厚さが厚くなると、厚くなれば厚くなるほど高さができますから、高さができるっていうことはお湯が落ちようとする力はぐんぐんこう強くなるんですね。その強くなるっていうことはどういうことかっていうと、お湯の太さは太くなる。でドリップダラーというのは基本的には前までは、小さい、標準的なドリップダラー1個しかなかったんですね。これはなんでかっていうと、1個で良かったのは、こと足りてたのは、せいぜい作っても3倍ぐらいまでだったんですよ。で、3倍ぐらいっていうのは、蒸らしが丁寧にこうお湯を刺すわけですけど、蒸らしで丁寧にお湯を刺すわけですけど、それに対して抽出の段階も、コーヒーの高さがないんで、コーヒーの層の厚さがあまりないので、お湯がこう、流れるスピードがそんなに速くはないんですよ。だから、蒸らしで使ったドリップダラーがそのまんま抽出でも使えるっていう感じになるんですね。だから1杯とか2杯とかそのぐらいの量だったら、おはようございます。そのぐらいの量だったら、ドリップダラーそのまんま使えたわけですよね。ところが5杯ぐらいになってくるとコーヒーの層の厚さが厚くなるわけですね。だから層の厚さが厚くなると何が起きるかっていうと、蒸らしで使ったドリップダラーの流量だととてもじゃないけど、お湯が足りないというふうになるわけです。だから今回ドリップダラー L というのをまあまだ販売はしてないんですけど、販売することになっとるんですけど、それは何のためかっていうと、5杯を作るためなんですね。5杯出しをドリップダラーでやるためには、どうしても今までだと、抽出の時の、湯量が、少なかったんで、それがある意味欠点であったんですね。5杯がやれなかったわけではないし、それで出したコーヒーが美味しくないわけではない。
ただベストのコーヒーではなかったわけだから、それをベストのコーヒーに近づけようじゃないかというふうな感じで、作ったのが、ドリップダラーの、L というタイプ。まあ L ってラージとかまあいうようなもんですよね。SML の L と考えても何でもいいんですけど、基本的にはラージのイメージで、僕らは捉えておりますね。で、結局そういう状態で、湯量の調整ができるようになったんで、その L というサイズのドリップダラーを、まあ、販売する気になったわけなんですけど、普通に、まあ、ドリップダラーの小さい、今までのドリップダラーっていうのは大体 300cc ちょいぐらい入ったんですけど、で 300cc だと残念ながらあれなんですね、ご配用っていうのは基本的には 600cc 最終的には必要なわけです。あと 600cc プラス、コーヒーの粉が大体 50cc 前後は、吸収するんで、そうすると最低でも650は必要なわけですね。ところが普通に考えて、ドリップダラーには 300cc ぐらいしか入らないから、それでは、量的に、お湯の量が足りないわけです。ところが、今回、ドリップダラーの L というのは大体 500cc 入るんですね。そうすると 500cc のドリップダラーと、ドリップダラーの L と、通常の、ドリップダラーですね、通常のドリップダラーが300ぐらいですから、800ぐらいは お湯が最初に用意されるんで、どんなコーヒーの炊き方をしたとしても、最終的には5杯で、使われる 650cc 以上のお湯は存在するんで、最初に、ドリップダラー2個のドリップダラーに、お湯を入れれば、そのまんま、5杯のコーヒーが確実に作れるというふうになっておりますね。代表、コーヒー入りました。はい、どうぞどうぞ。大丈夫、渡辺君、大丈夫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 。そんな慎重に入らんの。僕がしてんのかなと思って。あ、してますよ。してますよ。はい、あ、代表宣伝なんかどうぞ。で、野川さんすぐさ、営業担当。あ、変えていいよ。はい、コーヒープロオープンアニバーサリー、金枠ちゃん、あと瓶詰めコーヒーですね、販売しております。そして第2弾の方はですね、青空の誘惑、キリマンの深入り、夏空の誘惑の、フレーバー3点セット、それから玉木の方はクラシックモカ、ヴィンテージ、ケニアですね、が用意されております。そしてプラカナークですね、蒸らしの時間が、短縮できるというプラカナーク、玉木のコーヒー3000円お買い上げの方、一応、プレゼントというのもやっておりますので、よければ。はい、みんなが来てしまいました。ここで、今日はここまでということで。